クラーゲンフルトは、オーストリアの都市、ケルンテン州の州都。軍に属さない、検証都市であるが、クラーゲンフルトラント軍の軍長が置かれている。2007年7月3日から、公式名を、クラーゲンフルトアムベルター勢へと変更した。また、スロベニア語では、セロベックと呼ばれる。ベルター湖の東岸に位置する都市、ケルンテン州の経済、文化の中心。主に夏場には、 観光客も集める。交通の要所でもあり、オーストリア各地に、幹線道路、幹線鉄道が伸びている。近隣の都市としては、約35キロ西に、フィラッハ100キロ北東に、グラーツ、65キロ南に、スロベニアのリブリナが位置している。オーストリア第6位となる、約10万人の人口を要する。約9割の人々がドイツ語を母語とする。クロアチア、 スロベニア系住民も若干居住する。7割ほどの住民がカトリックを信仰している。1252年、都市特権を獲得した。1514年の大化で、町は壊滅的な打撃を受け、復興には時間を要した。1863年、クラーゲンフルトを通る鉄道が開通した。以降、交通網の要所として、ケルンテンの中心都市となった。 1925年には、オーストリア発の航空船が開通している。アイスホッケーとサッカーが人気があり、オーストリアブンデスリーガーに属している SK アウストリア、ケルンテンと、オーストリアアイスホッケーリーガーに属している EC コックが、クラーゲンフルトを本拠地としている。ありがとうございます。